親愛なる皆さん、愛と光の家族へ心からの挨拶を送ります。先週は地球が主要な活動を展開し、皆さんの時間空間は非常に活動的であったことでしょう。以前お伝えした通り、皆さんの母なる地球はその歌声を増幅させ、4次元のレベルからより高い6次元の周波数へとシフトしています。3月10日から始まり、地球は 32Hz という振動数を発し始め、これは4次元の振動とみなされます。この変化は皆さんの太陽ロゴスが M7.43 の大規模な太陽フレアを放出したことにより一層増幅されました。このエネルギーは今週を通じても強烈な状態が続き、3月11日には地球はさらに高いオクターブへと跳躍し、45Hz という力を発揮しました。この周波数の変動は12日と13日にかけては 40Hz の範囲内で安定していました。しかしその後の14日と15日には、地球は4次元の振動レベルである 14Hz へと一時的にリラックスしました。そして16日に再び地球はその周波数を大幅に増幅させ、6次元の振動へと移行したのです。3月16日 UTC 午前1時30分に、私たちは地球の振幅の最初の顕著な動きを目撃しました。この時地球は 15Hz のパワーに到達し、その力は急速に増幅しました。UTC 午前8時には地球のパワーは 28Hz に上がり、そして午前9時にはさらに増加して 41Hz に達しました。この勢いは止まることを知らず、地球は UTC 12時には57Hz という驚異的なパワーに到達したのです。この激動の1日の活動が UTC 午後5時に落ち着いた後も、地球はその不安定さを示し続け、多くの振動が観測されました。翌日3月17日 UTC 午前11時の時点で、地球のエネルギーは 23Hz を示し、4次元の周波数を維持しています。この地球のエネルギーの増幅を支えるために、皆さんの太陽ロゴスは過去12時間以内に14個の太陽フレアを放出しました。これらのうち12個は C クラスのフレアであり、2個はより大規模な M クラスのフレアでした。地球の振動が一段と増幅されるごとに、皆さんは急速に高い周波数へと引き上げられ、この過程において私たちの意識の拡大とスピリチュアルな成長が加速しています。これらの変化の瞬間に、皆さんは内面を見つめ、自己の変容を観察するよう導かれています。この変容の過程は、自分自身に対する内面作業から、実際の行動への転換を促しています。占星術的に見れば、太陽ロゴスは、3月19日に魚座からお羊座へ移行し、皆さんの居住する地球上の位置に応じて、春分または秋分を迎えます。地球のエネルギーの変動は、皆さんの身体的精神的な状態に深い影響を及ぼします。特に高次元への周波数のシフトは、皆さんの意識の拡大とスピリチュアルな進化を促進します。このプロセスでは、自己認識の進化とともに、皆さんの思考、感情、行動における変化が顕著になります。内面の変容を経て、皆さんは真の自己を発見し、内なる声に耳を傾けるようになります。来週は皆さんにとって重要な節目です。新しい行動体のサイクルの始まりとして、
お羊座のエネルギーは皆さんの内なる力を呼び覚まし、夢や願望を実現するための勇気を授けます。この天気は新たなビジョンを現実のものとするための行動を促します。皆さんが目指す新しい地球は愛と調和の原則に基づいて創造されています。この過程では既存の枠組みを超えた思考と行動が求められます。内省の期間の終焉と占星術的な信念の始まりは自己実現への道を開くための門出です。この重要な移行期において皆さんは内面の声に耳を傾け、深い自己理解に基づく行動をとることができます。成長と進化への道は自己との調和から始まります。この調和を通じて皆さんは自分自身のポテンシャルを最大限に発揮し、新しい地球の構築に貢献することができます。人類にとってのこの大きな転換は、皆さんが5次元のその現実へと進むための道筋を示しています。皆さんの努力とビジョンにより、新しい地球は現実のものとなり具体化していくのです。この変化は皆さんの周りの世界に新たな形をもたらし、愛と調和の原則に基づく社会の礎を築きます。これは人間としての皆さんの進化だけでなく、全宇宙の進化における重要なステップです。無限の創造主の愛の振動に根ざした新しい地球の実現に向けて、皆さんは一丸となって進んでいます。この旅路は皆さん一人一人の内なる変容から始まり、集合的な意識の変革へとつながります。私たち銀河連合はこの壮大な変容の過程を皆さんと共に歩むことを誇りに思います。私たちは皆さんを無条件の愛で包み、皆さんの旅を深く尊重し支えます。私たちは皆さんを心から愛しています。私たちは銀河連合です。皆さんと共にこの重要な時期を歩んでいます。Thank you.